神木隆之介は生後間もなく4ヶ月間危篤状態だった。自身で2回目の人生と話し、常に感謝の気持ちを抱いている。常に感謝は神木家の家訓で、他には性格の可愛い人であれ、一番は義理と人情、いつも相手の立場で考えるなどがある。神木隆之介はテレビに出ると、バチクソなおじいでカメラマン泣かせ。神木隆之介は誰とでも仲良くなれると自負していて、福士蒼汰からは唯一一緒にカラオケに行く、吉沢亮からは一番ご飯に行く友達、闇落ちした神木隆之介の本郷奏太からはよくできたペッパー君と言われている。神木隆之介は恋愛映画のイベントでバックハグすると首絞めてるみたいで、徒弟身長を一切隠さず話した。神木隆之介はカレーを食べるとき、ご飯が9に対しルーは1の割合で、ライスカッコカレー。